昔、秋も深まった夜、荒れ果てた野原の納屋に虫たちが集まってきた。いやーカブトムシども久しぶり。いやーカマキリどん会えてよかったな。カブトムシどん、キュウリは大物じゃな。みんなで食べようと思って一里先から担いできたっちゃ。真っ先におらに食わしてくれろ。ええー、ともよ。おばんでやす。いやーいやーカマキリ丼。カマキリ丼。じょっぱりのカブトムシ丼じゃ。いやーすまんね、遅れちまった。いやいやいや。虫たちが持ち寄った食べ物は、山と集まり大喜び。そして今夜は、煮込み汁を食べながら、秋の夜長を楽しもうというわけじゃった。さあ、みんなで煮込み汁をたっぷり食べて、冬を越すべ。あれれれ、ムカデ丼の姿が見えねえが。そういえば、ここには見えねえな。ムカデ丼は恥ずかしがり屋じゃからな。それで顔は隠して部屋の隅にでもおるのかな。さっきどこかで見かけたよ。おい、ムカデ丼、ムカデ丼、ムカデ丼。ここにいる。ここじゃよ。これでみんな集まった。サチー丼。来年もここで会いてな。だな。命を大事にするべ。友達っていいもんだな。いざという時に助け合えるもんな。だな。ほら、みんなの仲間に入れてもらって、嬉しくてありげてーです。うめえぜ、うめえ。うめえ。カマキリ丼はキュウリがあんまりおいしいので、みんなで分けて食べるのも忘れて、ひとかけらも残さず一人でみんな食べてしまうた。ところがしばらくして、医者のもぐら先生に見てもらおう。おら、もぐら先生の家を知らねえだよ。おらもだ、おらもだ、おらもだ。腹が痛い、痛い痛い痛い、腹が痛い、腹が痛い、痛い。おら、夜道はよく見えねえ。羽のあるものがひとっ飛びしてもら先生を。ほら、ひ
今日のためにでっけえものを担いだんで、もう飛べねえ。オラもだ。わしもだ。もうダメじゃ。嘘じゃ。ムカデ団が一番早い。足が100本もあるぐらいじゃから、ムカデ団、急いで頼む。それじゃあ、オラが、行ってくるか。頼んだよ、ムカデ団。ムカデ団は仲間の声援に送られて、モグラ先生を呼びにと出かけた。腹が痛い。死にそうだ。ところが、待てど暮らせど、医者のモグラ先生を迎えに行ったムカデドンは帰っては来んかった。アリドン、外へ見に行くべ。そうすべ。ムカデドン！驚くのも道理。ムカデドンは納屋の片隅でごそごそと何かしているのじゃった。ムカデドン、モグラ先生をどこへさお連れ申しただ。オラはまだわらじを履いてるところで、なんせ足が多いもん。わらじを履くのに手間取って、手間食って、いやー腹が痛い、腹が痛い、腹が痛い。やっぱり、お腹行くことにしよう。行って。腹がこんなにパンパンになるまで食えば苦しむのは当たり前じゃ。ほら、昔からのことわざに腹もみのうち腹八分目と言うじゃろ。何事もほどほどが大切なんじゃよ。すぐ良くなるやろ。お大事にな。ほら、カブトムシ丼のキュウリを一人で食った上に仲間にも心配かけてすまんかった。なに、よくあることさ。その後、虫たちは煮込み汁の食べ直しをすることになった。あれれれ、ムカデドンの姿がまた見えねえが。そういえば、ここには見えねえな。ムカデドンは恥ずかしがり屋だからな。顔を赤くして、部屋の隅にいるのかな。ムカデドーン。ムカデはここじゃ。その時ムカデはどうしていたのかというと、赤い顔をしながら土間の片隅で先ほど足につけたわらじをきちんきちんと一足一足脱いでおったのじゃった。さあ、体を温めるべ。カマキリ丼、汁ぐらいなら大丈夫じゃ。
冬越しの備えをするべ。こうして納屋の虫たちは寒い冬を無事に越せるように祈りながら、悲しみ花も咲かせたのじゃった。